イオン・板橋シ・ョッピングセンターは、東京都・板橋区に位置し、イオンリテール株式会社が運営するコミュニティ型、ショッピングセンター。2000年に、マイカルが運営する、板橋バサティとして開業。当地北側に本社を置く、振動メーカーの大木振動工業、徳丸工場の跡地に竣工した。2011年3月1日に、マイカルとイオンリテールが合併したのを機に、 ショッピングセンター名を現名称に、各店舗名をイオン板橋店に変更した。地上5階建てで、上北地域発のシネマコンプレックスである、イオンシネマ板橋が設置されている。950台収容の駐車場を備える。東部練馬駅北口から、東方向に3分ほど歩いたプラットホームと並行して向かい合う位置に所在する。同駅周辺は、 古くからの住宅地で京路しかなく、もともと駅前広場がなかったが、再開発に伴い敷地の一部を、歩道や路線バスタクシー乗り場として提供している。また、駅周辺では、マンションの開発ラッシュによる人口増加と、昔から営業していた、駅周辺の個人商店が次々に閉店するといった変化が起こり、休日には買い物客の車により、 周辺道路が渋滞するといった弊害も出ている。開業当初は、従前からの土地保有者である、大木振動工業と、東洋新宅銀行による区分所有であったが、2004年12月9日より、UFJ 新宅銀行所有部分について、日本リテールファンド投資法人が取得した。板橋先に関する、カテゴリイオンスタイル板橋に関するカテゴリありがとうございます。